海賊共和国は1706年から1718年までバハマのニュープロビデンス島のナッソーに存在した死略船の船員らを中心とした共同体の自称内氏属称。彼ら自身によって定められた緩やかな行動規範に基づき統治されていた。1718年に総督となったウッズ・ロジャーズがナッソーに着任しイギリスの支配を回復するまで、 西インド諸島における海賊活動の拠点として貿易と海運に大きな混乱をもたらした。イギリス領バハマを拠点とする海賊による略奪行為の歴史は1696年に始まり、ヘンリー・エヴァリヒシリアクセ船ファンシー号はインドの商船からの戦利品をナッソーの港に運び込んだ。ニコラス・トロット総督に賄賂として金銀、 さらにはまだ船内に50トンの増下と100バレルの火薬を積んでいたファンシー工後と譲り渡した。これによってナスーは海賊が安全に活動できる拠点として確立されたが、しかしその後も歴代の総督によって定期的に見せしめとしての取り締まりは行われた。それでも海賊の勢力は拡大の一途をたどったが、この頃はあくまでまだ総督によって 正式に統治されていた。真の海賊による統治の時代は1703年と1706年にフランスとスペインの連合艦隊によってナッソーが攻撃された時に始まった。島は多くの入植者たちによって事実上放棄されイギリスの統治機構も撤退した。そしてナッソーは死略船の乗組員らに引き継がれることとなった。海賊らは フランスとスペインの船舶を襲撃したが、両国の艦隊もまたさらに数回にわたって、ナッソーを攻撃した。海賊たちは、ナッソーに自治権を確立し、事実上の自分たちの共和国を設立した。1713年までに、スペイン継承戦争は終わったが、多くのイギリス所属の死略船の乗員らは、それを知るのが遅かったり、無視して、そのまま、海賊行為を続けた。 失業した多くの知略船の乗組員らは、ニュープロビデンス島にやってきて、共和国に加わり、海賊たちの数が膨大に増えることにつながった。共和国は、激しいライバル関係にある二人の大海賊、ベンジャミン・ホーニーゴールドとヘンリー・ジェネングスによって支配、されていた。ホーニーゴールドは、サミュエル・ベラミーアスティード・ボネット、また、黒ひげとして知られる有名なエドワード・ティーチを部下に持つ、 海賊船長だった。ジェニングスは、チャールズ・ベイニア、キャラコ・ジャック・ラカム、アンボニー、メアリ・リードの貢献的存在だった。彼らの対立にもかかわらず、海賊たちは協力して、海賊団、フライング・ギャングを構成し、悪名を轟かせた。バミューダ総督は、当時のナスーには100人の住民を上回る1000人以上の海賊がいたと記している。黒髭は後に、 ナッソーの海賊らによって、投票で治安判事に就任し、彼が望ましいと考える法と秩序を執行した。海賊トーマス・バローは、彼はプロビデンス島の総督であり、二つ目のマダガスカルとして、ジャマイカのスループ船から500の600人の男たちが、島に入植し、フランスやスペインとの戦争を希望している。しかし、イギリスに対しては、 先に、そちらから手を出してこない限り、我々の方から直海を出すことはないと宣言していた。もともと海賊たちは、イギリスの船舶を襲うことは避けていたが、この傾向は時間とともに消え去った。その最高潮には、海賊たちは、イギリス海軍のフリーゲート艦に対抗できるほどの小型船舶による艦隊まで有した。海賊による莫大な被害や損害を受けて、 最終的に、ジョージ一世は、海賊たちを壊滅させるために、ウッツ・ロジャーズを、バハマ総督に任命した。1718年、ロジャーズは7隻の艦隊と共に、ナスソーに到着すると、海賊を辞めるならば、恩赦を与えると彼らに布告し、実際、海賊を辞めることを決意した者にはすべて恩赦を、与えた。この申し出を受けた有名人としては、ホーニゴールドがいる。 そして、ロジャーズは恩赦を拒絶した海賊の徹底的な取り締まりを命じた。元ナッソーの海賊として、地理を熟知するホーニゴーレドは、かつての仲間たちを熱心に追跡し、黒ひげやベインは逃げ合わせたものの、10人の海賊が彼に拘束され、1718年12月12日の朝にそのうちの9人が処刑された。これらによってイギリスは支配権を再確立し、 バハマでの海賊共和国を終わらせた。逃亡した海賊たちはカリブ海の他の地域で海賊行為を続けた。海賊たちは彼らが海賊の掟と呼ぶ規則によって活動していた。そうした事実がニュープロビデンス島の支配が一種の共和国だったという彼らの主張の根拠でもあった。掟に基づいて海賊たちは自分たちの船を民主的に動かし、 略奪を平等に分け合い、公平な投票によって自分たちの船長を選んでいた。海賊の多くは安城戦争の終結以来の市略船の廃業者たちや商船や海軍艦艇に待遇の不満から反乱を起こした元船員たちであり、また多くのアイルランド人の中にいるアフリカ人も乗組員として平等なメンバーになることができ、何人かの村跡の中には、 海賊船長になった者も,もいる。また、海賊の中には、スチュアート長の復活を目指して海賊になった、ジャコバイトたちもいた。ありがとうございます。